芸術の鑑賞に来た。シアターのために話を聞いて回ってた時、私シアターは私たちが集まった理由であり、私たちみんなを特別な方法でつないでる。簡単に言えばリカードをね、それにこの先もきっとたくさん、そしてこれが。なるほど。でもオイラはま、ああそっか、いくら、うん、これでオイラも大待たせてごめん。ただいま。予想通りうまく、オイラたち、おま私たちは勝ってみせる。うんうん、し、時間が経つのってあっという間だな。もうすぐ討論が始まるはずだ。ニーローといろいろ準備をしてきたけど、それが役に立つといいな。形は精神と共にあれ。ご来場の双方の初討論の参加者は双方前へ送信さ。お前たちがど、お前たちはしかし強烈、そのためだが、ズバイ言い換えるならズバイルシアと開始そう。ニーロ、芸術を引っ、大事なのは何を経験したかではなく、そのこれじゃあシアター、これじゃあ彼女は勝ちたいと思ってる。これじゃあ彼に芸術の感想、あなたから見たら、けどそれを見てどんな教えがあり啓発されるものがあるかを判断するのは、かん、それに芸術は平等で鑑賞を楽しむと、それは演者にもし単純美的感覚を、この人私の考え、大事なのは、うん、うん、芸術とは、うちのシアターにもかつて彼、芸術が啓発、観客の日常的な、観客たちの、そんなことを、それはお前が生半可なら、私うまいこと返した。あいつ自分消極的事実、同様にニーローが原因、また双方は頑張れニーロー。それではより具体的なこと、しかもそれは手続き上、だがお前たちは教令員が手続きのことなら、彼女は勝ちたいと思ってる。やっぱりもう少しか、大事、やっぱりもう少し、芸術とは人、ズバイルさんは、ズバイルさんは教令員は取り壊しの、これらの起点、そうだそうだ、そなた規則、教令員でし、過去の20、しかし今はこれでこの点においてはニーロ、そうだな、たとえ取り壊し、この事実に、え、現在の制度に、そんなことできるのかよ。お前たちはシアターを守りたいというより、かん、それを失い公演ができない、私たちは、しまった、落ち着けに、そうだ落ち着かないと、でも彼、あと少しの、大事なのは何を経験したかではなく、その経験を、彼女は勝ちたいと思う、違う、ズバイ、シアターは私たちにとって、ズバイルシアター、リカードお姉ちゃんは彼女の子供、カッサニさんは
ファルハードさん、それにシアターは、お前はこのシア、お前が先ほど言ったシェイクズバイ、人の譲渡、難題を解、しかしその理由は、やっぱりこいつ双方の主張、ニーローが強霊院が、どうしよう、罠、よし、彼は、けど彼女は勝ちたいと思う。私は、このシャリフさんは、でもお父さんの期待に応えられず、最終的に家出をした私は、いなよ、ごめん、ニーロあなたにとって私の存在する目標が、それなら討論に関係、いや、たとえその子が、けど実際はあなたは、そうだ、ダンスが見られ、こいつも、あ、静粛に、正直に言うと、これは私たちが用意した最後の主張、あなたが私を娘でないと認めれば、でもその前に、ここしばらく私はずっと、もそれはつまり、もうお父さんに私の思いを押し付けはしない、私は家族の、もしお父さんが視野、何をほうけている、彼らは今、それは俺たちに、うん、みなや姉ちゃんはと多少手間、うん、ズバイルシアターにいる限り彼女は私たちの一員で、ふん、ほっとした。え、シャリフ、どうしたのですか？あの人たち、それって僕たち、ニーロ、お前すごい、ごめん、彼にとってよくやった、こうも強い、でもニーロ姉ちゃん、打ち上げをもう、来てくれたんだ、うん、もう一度やったらあんな風に、うん、今回は本当にあり、なるほど、それを話すには前に、私がまだ幼かった頃にズバイルサ、当時すごい才能でもね、彼女は笑いながら、ね、ダンスは、つまりだから、彼女が求めていたのは花束や拍手、そう、私その話に感動したの、先生が、だからね、また最後は大きなもん、うん、でもそう、それにきっと言いたいことがたくさんあったけど、うん、これからもまた、今度は、お前もイナヤのことが心配なんだよな、ならこれからもちょくちょく様子を見に来る、よく考えてみると、こんな風に丸く収まるまで本当に苦労したよ、ニーローの努力、みんなの知恵、お、どういうことだ、そう言われ、シアターを、もしその気、ま、あいつの本心なんてオイラたちにはわからないし、おい待った、見ろよ、噂を、あれってイナヤのお父さんだよな、ああ、お前たちか、今日は特に用事がなくてな、イナヤに会い、いや、どのような講演をしているか見に来ただけ、ああ、討論に敗れ、教令院の、これを機に
上と相談して休職した。ああ、職務から離れた俺には今や自由な時間がたくさんある。こうして公園を見ることも可能だ。この場所にどのあのお嬢さんが頑張っていた姿は今でも忘れられない。当たり前だ、この世に子供のことを心配しない親など。まあせっかく来た。いや、その必要はない。俺がここに来たことは、ほら、これを逃したらもうないかもよ。でも過去と和解するんでしょ。あなたの成長を見てもらおう。緊張しないで、みんなあなたの味方だから。二人きりにしてあげよう。私たちは離れよっか。あいつら大丈夫なのか。どうだろうね。でも信じて待つしかないと思う。そうだ、イナヤ、これを持ってきた。覚えたてでうまくはないんだが、欲しいならやろう。いらないならいい、構わん、別に気にするな。ちゃんと話し合おう、お父さん。この二人、やっぱり親子だな。もじもじしてるところがそっくりだぞ。そうだね。もし私が急いで稲谷を引っ張ってこなかったら、彼女も逃げてただろうし。こいつら仲直りできるかな。どうだろう、二人にとって仲直りは必ずしもいいこととは限らないと思うよ。長年にわたって蓄積してきた葛藤と誤解はそう簡単に解消できるものじゃないでしょ。距離を置いた方がいいことだってある。でも二人がどこにいようと、心がどこにあろうとも、血縁ってとても固い絆だから、その恩恵を受けてぬくもりを感じてくれたらいいね。そうだ、討論の件だけど、みんながあなたに感謝したがってるんだ。だからそのお礼に私たちでこれを作ったの。受け取ってくれるかな。これってズバイルシアターか。すごいぞ、成功だし完成度も高い。私たちもこんなに複雑なのを作るのは初めてなんだ。ズバイルさんとカッサニさんがデザインして、細かな部分は私とイナヤ、それから他のみんなでたくさん作ったの。メインの部分はリカードお姉ちゃんとネガールお姉ちゃんが作って組み合わせたんだ。あなたたちは冒険者だから。だからね、このズバイルシアターもあなたたちの旅の素敵な思う。機会があったらまたお前の遠慮もお世辞もさ、受け取って。これは私とあなたの物語。こんにちは。ん？そうそう。そういう。ああ、最初
名教師水流に挑むなんて聞いた時は冗談かと思ったよ。あの剣はまるで流れる水のように滑らかで、それでありながら豪快だ。シンゴって、ああ、試合に勝った後す他には何かないか。シンゴの性格が向く前よりも、それに昨日村長のために木の伐採を手伝っていた。ほう、それだが、この間妙なことがあったんだ、村長。宮司様、それにもっと面白い話を聞き、動くべきだ。動くべきだ。皆さん、あそこを見てください。あれが傭兵。お、そさあ、門派を設立するだと。実もうダメです。このままでは死んでしまいます、傭兵。おい、聞いたか。うん、な、立ち上げ、来るな。助けてください。どうする。おやおや、傭兵。わらわの目には、シンゴは何時に。知りません、私は。知らぬ。じゃ、傭兵、最も身近なものの様子がかよ。じゃが、わらわに。私は。そうか。じゃが、シンゴが死した後は、たとえ地の果て、話します、何でも言います。私と兄はまじないで願い事をしたんです。ある願いを叶えてもらおうと。そうです、最近巷で流行っているそれです。真夜中に呪文を唱えれば願いが叶うと。私と兄は本に書いてあった通り、兄は剣術家になることを願い、それは、しかし、それでは我々の流派を立ち上げ、じゃあ何。兄があのような、でも偶然たわけが。そんなものは愚かな妄想に過ぎぬ。はい。もうよい。さて、ここからは何時の出番じゃ。わっぱよ、塩を撒いて剣を抜くがよい。よく見るんじゃ。あれこそが汝らのおびき寄せたもの。シンゴの意識はもうないぞ。ほれ。お助け。気絶したぞ。どうもせん。わった。やつと。うん。いざ尋常に。来たぞ。気をつけろ。全力攻撃だ。やっ、はっ、それ。どこだ。こんなにも痛快なのは久方ぶりであった。消えた。なんか満足したみたいだったな。おいらもうわけがわからないぞ。し、兄さん、もう大丈夫なのか。傭兵、夢の中でこれでやっとどう自分の体を取り戻そうにも。兄さん、その通りじゃ。わらわたちが手を。宮司様、もうよい。これから横島な方。はい、ありがとうございました。では
さミコ、そんな心このくらい踊…じゃあ、これまでの経験で、ナンジラもあれに取り付いていたのがどんな例か。あ、おい…そうじゃ、シンゴの体に取り付いて…わらわたちが塩をまいた。たとえわらわたちが放っておいたとしても、ただそれじゃ…さあ、これで一件…ちょっと待てミコ、一件落着…そうではない…ふむ…あやつらが使…実は…人間は…大事なところはそこじゃなくて…残念じゃが…だったら…そ…お前はどう思う？そうだよ…八重様、ここにいたのです…黒田…今月の…や…どれどれ…何？売り…はい、すべて…わっぱよ、こっちへ…どうしたんだ？神聖探偵筆記の人気が全体的に八重堂の小説を超え、そんなことと何か対策…パイモン、稲妻の人々の安否に関わることは何時…気のせいじゃ、わらわはさっき…いざ。はっ。し。いざ。行こう。ふむ、解決の一…ほう、まさかこんな…ハズレを言うとはの。え、違うのか。神聖探偵筆記、老して中…はぁ、あ…だったら…いいや、神聖探偵…古今東西、もしここ最近の娯楽書…そう、つまり、我はた…正々堂、それにこのほ…ちょっと待った。さっきも言った、とにかく一通りじゅ。俺に言わせれば、従来のもの、今稲妻物語の主。娯楽小説が挿絵を入れる。挿絵が良ければ挿絵のために娯楽小神聖探偵筆記も。僕は昔から。ただ近年の作品は最近だと。話はもちろんのこと、娯楽小説が好きな人たちっていろんなこだわりがあるんだな。今聞いた話をリコにも伝えよう。ふむ、来たか。この二人は何時らも知っておるな。しげるはけ、さとみはや、我らでしょう。なるほど。なら次は。ふむ、じゃが。だんだんわか、見たこともない。例えば、わっぱよ。そういう、でもそれ。問題ない。それが面白い。よし、まず第一章の内容から考えようぜ。おい、そ、ふむ、100点満点中。はい。なら良い。第一章はこれで進めるとしよう。次は第二章じゃ。読者というじゃからほ、うん、どうし、はあ、お、どう、これは、こういう時は天使よ。あ、
安心せ。おごり当然じゃ。創作にやったー。お、何かひらめいたのか。うん、どれ。七星の女、これが。ふむ、わらわの評価、爽快感があり、これ少なくとも一色。よし、これでさ、お任せください。第三章は稲妻の物語を書くぞ。この章はわらわが手伝おう。ふむ、何時にピ大丈夫じゃ。じゃが不思議なきおえでも内容はこれで問題ない。絵師に連絡。彼女は月刊漢字、皆が捜査。行こう。し、行こう。ほ、いざ。ほ、普段ひな、実は最近、しかしひなさんほ、ただそこが皆お二方のご、あ、それではこちらの作品を提出ということでよろしいでしょうか。変な失明。何もおか、では至急こちらを印刷し、どうしよう。そのとおり。あなた方のとご応募ありが、これほど美しき景色。見れば、おのずと旅がしたくなる。皆様にいいお知らせがあります。やったぜ。新人作家が、こちらは見本紙です。どうぞお受け取りください。あ、そうだ。
ほれ、周りの者の声に。なあ、今。ああ、それね。周りでもそんな話をしてる人なんていないだろう。今流行ってるのはキツネお姉さん。なんだ、まだ。あと、最終的には、つまりこの。そうなのか。だったら俺も。どうじゃ。本当だ。でもあいつらの言ってた無月の夜って何のことだ。物語をか。この先と。え、当然じゃ。小説が存在。ああ、確かにそうだ。それにあの書。うむ。じゃが、わらわたちが。そう、そやつもかつ話を聞く。でもその。そんなのはわっぱよ。またな。何を言う。行こう。マイヤ、し、いざ。それ。ミコ。例のさ。本当か。もうすぐ死。おや。おい。ふむ、すごく悪い。さあ、中に入るぞ。呪言、密漁、チョック。見切りました。ここより、弱滅の時。これでどうだ。止める。そら、そこ。密漁。やはりみんなは俺が守る。燃えろ。冒険だ、冒険。この中ってこんな広い空間になってたのか。あそこにあるのって鏡か。それに変な形の椅子だな。何に使うんだろう。ふむ、なるほど。この配置は都合が良い。手間が省けそうじゃな。よし、何時らは辺りを探索してみてくれぬか。この部屋を動かす仕掛けがあるはずじゃ。逃げ道はありません。呪言、チョック。風邪。呪言、雷光いと美しくかな。全力攻撃だ。チョック、具現化せよ。律令、見切りました。やっは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 っ。風よ、ふっ。の雷鳴、無我の境地。見切りました。
行こう。雨描き雲が借りなくて呪文律令直やって勝つと呪言律令振動の権限やるな。逃げ道はありません。はっ、見切りました。
さてここからはわらわが陽子の薄暗い鏡面にはかつての条件が映し出され、それに心を揺さぶられた霊魂たちが引き寄せられる。さて次は何時の出番じゃ。ほれわっぱよ、ここに座るんじゃ。降霊儀式とは霊魂を生きた者の身に憑依させる。何時もあの、でも霊やけにわっぱを心配するのじゃな。まったく羨ましい限りじゃ。はあ、わらわの友人もそのような優しき。わっぱよ、怖いか。椅子に座り心身ともに落ち着かせ、あの絵を見るんじゃ。緊張せず自然体でよい。なんかまるで絵の中で座って。あれ、お呪文を念じるんじゃ。わっぱ何を思え。小説に。その通り先生。絵が動い。やっとみ、お前が小説。はあ、はあ、道理で懐かしい気配がすると思ったら、わしをあれをやった意図とな。もちろん呪文の力であやかしの亡霊を大地へと呼び戻し、稲妻に血の雨を。なんだって。こうもかん。ほう、よい、実に素晴らしい。おい、無駄じゃ。どんなに叫ぼうとこやつは大きい。この体はも。おい、おみこ。ほれ、見たことか。何を言うておる。裏臭い。では改めて紹介しよう。こやつが神聖鍛錬碑。いや、より記憶。まあ霊魂も記憶ももともと血脈から来る。先日その時生前あやく、そして一発。そうじゃ。でそうだ。ふん、そこで。うん、こやつは。はっは、迷惑とは、わしらが去る時に夢が終わってしまうこと。人間はわしらのような妖力を生まれつき持っておらん。他の者の、むしろ。じゃからお宝力だけでは。ふん、以前みな、まあよい。裏臭い。そう長くじゃが、まわらわの鈴。ミコ、その時が来るまでわしは力を温存せねばならん。ふむ、巫女よ。特に金、それにほうほう、裏臭い、何時のようにも。あ、消えた。目は覚めたか。大丈夫だよな。意識ははっきりしておるか。さあ、前にもやったようにわらわの後に。ほう、どうじゃった。初めて憑依された感覚は。裏臭いに負けを認めさせる。そうじゃ、ここまで付き合ったんじゃ。おいおい、はっ、さっ、まあまあの健康量。
ち、来てくれた。はっ、ミカ、百鬼夜行の正直落ち。百鬼夜行、その昔、あやかした。じゃが現在、ち、そこで、さすれば、あやつらは鳴神をおや、実は儀式の間、確か。そうじゃ、その時が来たら、みな、わらわはじきに、まず、百鬼夜行、その後、わらわは儀式、普段の地理、やつらはほ、あ、ふむ、その、よし。下山は？そうなんだ。そうなの。オイラたちはあいつの手伝い。宮司様は以前まではこのような重要な儀式を行う。では儀式、安心しろ。ミコが儀式を始めるみたいだ。オイラたちも下山して魔物たちを阻止しに行こう。ひゅっ。おお、早くやっつけ。あ、来たぞ。やっ、はっはっ、みんなは俺が守れ。はい、はっ。風の向か、雲の行くごと、風の赴くままに。逃げ道はありません。ここより弱滅の時。やっ、はっ、はっ、ふっ、やっ、はっ、さばきの雷。風を知れ、雲が、仮な、雨描く。数が多い。頑張れ。無我の境地、はっ、見切りました。ふっ、ここまで、はぁ、よし、魔物はもう全部。ミコの儀式はどこまで進んだかな。あやかしたちの記憶じゃ、長いこと体を伸ばして空を飛んでいなかったようじゃな。わらわについてこい。どうしたわっぱ、緊張しておるのか。だってこんな光景見たことないから。本当に月明かりが遮られた。この光景だけで言えば確かに恐ろしいやもしれぬ。じゃがただ騒ぐのが好きな勇敢な奴らじゃとわらわは知っておる。たとえ凄惨な戦いで身が滅びようと魂が迷うことはなかった。ただ時は短きもの。宴は終わりが来るものじゃ。そんなに名残惜しいなら
わらわと共に唱えるがよい。白身に申す。鎮魂のため祝いたまえ。祝いたまえ。導きたまえ。今晩キツネお姉さんの秘伝術を唱えれば願いが叶うらしい。白身に申す。鎮魂のため祝いたまえ。導きたまえ。かしこみかしこみかしこみを申す。うらくさい。汝は元気にしておるかと聞いたが、わらわは本当に毎日楽しくしておる。じゃが今汝らが去るのを見て少し寂しく思う。ほんの少しだけじゃぞ。ふむ、わらわが想定していた通り儀式は問題なく終わった。ごくん、わらわは何ともないぞ。でもさ、大丈夫じゃ。ミコ、もし心からわらわ、お、もうわかった。うむ。旅人の奇妙な僕、まさか本当に、あの夜でも本に書いてあったかな。あれ以来俺ミコ店の外に、わっぱよ来たか。ミコ、それは一番高い店主。この二人を覚えておく。はいよ。どうしたんじゃ二人とも。早くこれを食べてみよう。西来島、もしくはこれをの、もちろん酒を。おい、前にここで、うん、そうじゃった。はあ、でもこれってすごく高いな、まさか。ああそう、じゃから締め切りは、
お、これはまた珍しい客だ。歓迎するよ、ケイシンや。聞いたところによると、もうケイシンから聞いているようだな。だが心配するな、体は大したことないんだ。年を重ねるにつれ、いろんなことが思うようにこなせなくなって、皆はわしを高く評価して、天数のリーユエ七世の歴代の、それに候補者ができるだけ、そんなわけで一発、つまり天王寺が候補者を推、そうだ、まあ心配する必要はない。このために能力の秀でた、あら、ひどいわね。この間会ったばかりな、イエラン。そうよ、君も一緒に来ない？だよな。じゃあそれで決まり。そういえば天王寺、わしは構わんが、ではこうし、いいわ。まあこの後で一回で会い、それから大、話は済んだかしら？天王寺。ええ、天王寺の推薦した候補者、官位は豪商の生まれよ。なんとなく覚え、官位名白、その話は気合を入れておい、わかった。立ちっぱなしで足がしびれてきた。まったくあの視察官は何を考えてるん。いろんな奴と接してきたが、ふむ、それはお前という、まあまあ、二単位さん、確かに言い過ぎですよ。別に立って待たなければならないという気、それもいいかもな。どうやら候補者たちは、ええ、視察は大きく二つに分けられる。前者では彼らにリーユへの発展計画を提出してもらう。リーユへの発展計画を書くのには時間がかかるだろうから、あらかじめ彼らに言っておいたわ。うわ、一冊、ついでに言っておく、よほどのことがない限り計画書の、まだちょっと時間があるから、私はここで待ってるから。読み終わったの？なんか当然よ、何よりひとたび着任すればまだもう候補者を連れてきていいわよ。かしこまりました。ほう。